市民の行政に対する意見や要望などを広く聞く活動を公聴といいます。そんな活動を軸としてさまざまな業務を行っているのが本庁3階にある公聴課です。私たち公聴課では熊本市民の皆さんからのさまざまなご意見やご要望をお聞きし、より良い市政の運営に生かしていく活動が主な業務です。例えば市長への手紙、市長に対し市政に対するご意見やご提案などをお寄せいただく制度です。受け付けたご意見やご提案は市長が確認し文書などで回答しています。またお寄せいただいたご意見やご提案などの市民の声は、それに対する熊本市の考え方をホームページで公開をしています。もちろん公開に際しては個人を特定できる情報や公開にふさわしくない内容は削除しておりますのでご安心ください。このようにお寄せいただいたご意見やご提案などの反映状況を広く市民の皆様に公開しているわけは、市民の皆様と情報を共有することにより市政に対する理解や関心を深めていただくこととともに、市政への参画意識を高めていただくことを目的としています。またこのほかにも熊本市が行っている直接対話事業、市長とどんどん語ろうという事業も行っています。5月9日西区役所、今日はここで今年度第1回目の市長とどんどん語ろうが行われます。市長とどんどん語ろうはその名の通り、市長が地域に出かけ市民の皆さんと語り合い意見交換を行う場です。この日のテーマは熊本市総合計画の見直しについて、教育の質の向上、健康寿命の延伸、交通の利便性向上の3つ。およそ120人の市民が参加し、3つのテーマについて市民との意見交換が行われました。熊本市はこの熊本地震を経験してですね、熊本市の震災復興計画というのを作って、それに基づいて進めてまいりました。第7次総合計画というのは熊本地震が起こるその4月1日からスタートする計画だったんです。借りるところができたり、あるいは公営住宅に移ったりということでどんどん減っていきまして、じゃあこの4017世帯の皆さん方のうちでですね、再建の見通しがついているお宅はどのくらいなのかということと、この4017世帯一世帯一世帯ずつ状況を全部我々は把握をしています。例えば家が修理できる、あるいは家が建つ、あるいは災害公営住宅ができればそこに入る、あるいは公営住宅が空けばそこに入る、民間の賃貸住宅がもうすぐなのでそこに入るという方々などなどがですね、大体今 98% ぐらいの方は見通しがついてるんですが、この再建の困難世帯64世帯の方々が未だですね、かなり厳しい状況にあるということが3月末時点で分かりました。これで減ったから終わりというわけではありませんので、これから先、例えば災害公営住宅が上段のこの前できました、でも皆さんお引っ越しが大体今もう始まってですね、今も住まれていますけれども、そういう方々は今度は地域で、コミュニティをですね形成していただくようにということで、地域のいろいろな見守りとかそういった支援をですね、日常的にできるようにということで、やっているところです。随分大天守の外観が復旧をしてきました。今年の10月にはですね、それが復旧をして特別公開ということで、10月のですね、5日から工事用のスロープを使って日曜祝日に限りますけど皆さんに中に入っていただける、中というのはこの天守閣の前のエリアまで入っていただくということです。で、ここに工事用スロープが今ありますので、これを使って日曜祝日は工事をちょうどやってないんですね。ですのでその間をなんとか入っていただこうということで今計画をしています。その先の未来につないでいくために特に頑張っていかなければいけない課題は何かということで、3つの重点課題ということで今回挙げさせていただきます。で、やっぱり教育の質を上げよう、今の小学生や中学生のたちがですね、しっかり今の先を見通しながらどうやってこの社会を支えていくのかということをやっぱ考えてもらえるような教育をしたいなというふうに思っています。
健康ポイント対象者はもう熊本市民の18歳以上の被保険者の方、それで例えばですね、特定健診を受診したりがん健診を受診したらポイントが増えますよ。それから毎日ポイントってウォーキングをやったり自己健康チェックっていうのをですねやったらポイントが増えますよ。皆さんが頑張った人だけポイントがたまる、頑張った人はポイントがたまって得をする仕組みにしよう。それでテーマの2つ目として、日頃から健康づくりのためにどのようなことに取り組まれていますか、また健康ポイント制度に例えばどんなメニューを対象にしたら参加しようと思いますか。自分の前に自分が、あ、こりゃ糸が酒に飲んでるわよ、わしと働きすぎないとか、自分で逆に、それがですね、健康のこと、以上。はい、ありがとうございます、松本さん。松本さん、ちなみにおいくつですか、お年は。昭和3年10月3日生まれ、今年の91歳。91歳、皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。いや、お元気ですね。これから深めながら、また第7次のこの総合計画のですね、また皆さん方のご意見を修正にですね、生かさせていただきたいというふうに思います。本当に長時間ですね、多くの皆さんに来ていただいてありがとうございました。まだ言いたいとかですね、これも言いたいということがたくさんあったというふうに思いますが、ぜひまたですね、ご意見をいただければというふうに思います。どうも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。私は松尾町です。これはちゃんと役所の方から案内が来たもんですから、各地区からですね、代表者の方をにも呼びかけてから来ました。もう3回かな、この市長になってからですね、今度の市長さんはこういうこうみんな集まったところでですね、いろいろ自分の考えとか、また市民の住民の皆さん方のご意見を聞いてですね、今後の姿勢に生かしていきたいというような意欲が見られて大変嬉しく思っています。市長と直接対話できるこの事業はとても好評で、若い人を対象にした市長とどんどん語ろう with 高校生、大学生、社会人のほか、農水産業版および経済産業版の市長とどんどん語ろうを開催するなど、さまざまな展開を見せています。その他の私たち公聴課の事業として、市の計画や条例などを策定する前の素案の段階で公表し、その素案に対する皆さんの意見を募集し、可能な限り計画などに反映させていくパブリックコメントも私たちの大切な業務の一つです。市政だより、市ホームページ、情報公開窓口、区役所等で草案を公表し、1ヶ月程度の期間を設け、手紙、ファックス、E メール等で市民意見を募集します。ぜひ意見をお寄せください。さて、今回私は熊本市南区に来ています。今ご紹介している熊本市公聴課の大切な事業の一つがこちらにあるということで、ちょっとだけお邪魔させていただきます。それでは早速行ってみましょう。失礼します。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、こちらではどんな業務を行っていらっしゃるんですか。はい、尾形さんは肥後マルコールというものはご存知ですか。もちろんです。熊本市に関することであれば、いろんな問い合わせに対応していただけるんですよね。そうです。熊本市の制度や手続き、熊本市の施設や休日在宅当番員などを総合的にご案内しているコールセンターです。問い合わせ先がわからないとか、あとは担当課が複数に分かれる問い合わせ、そういうものも肥後マルコールに電話一本で OK なんですよね。はい、毎月3000から4000件の問い合わせがありますが、よくある問い合わせは肥後マルコールでほとんど完結しています。一部詳しいご説明や専門の対応が必要な場合は、すぐに熊本市の担当課に取り次ぎます。また熊本市が主催する各種イベント、講座のご案内や一部の申し込みも受け付けています。肥後マルコールは設置されてどのくらいですか。平成20年の6月に開設しましたので11年になります。
開設から1年後には市民視点の対応が評価され、 CRM ベストプラクティス賞を自治体のコールセンターとして西日本で初めて受賞しました。その後も市民の方にとって分かりやすく親切丁寧な応対を心がけています。どういった内容の問い合わせが多いですか？引っ越しや国民健康保険などの各種手続き、がん検診や予防接種などの健康子育てに関すること、またお城祭りや花火大会のイベントなど様々なお問い合わせをいただいています。これまでの中で、印象的なエピソードですとか市民の方からの感謝の声など何かありますか？はい、以前ですね、子どもたちに楽器演奏を教えていらっしゃる方から、熊本市のイベントや施設などで子どもたちが演奏を披露できる場所はありませんかとのお尋ねがありました。対象が多くてコールセンターから各施設に確認を行い、数箇所をご案内しました。お役に立てたかどうか気になっていましたが、後日手書きでお礼のハガキをいただきまして、私も初めてのことで嬉しさと感動がこみ上げてきました。直接どうなりましたよという結果も届くと嬉しいですよね。ひごまるコールは電話だけではないんですよね？はい、電話は年中無休、午前8時から午後8時まで受け付けています。またその他にファックス、電子メール、ホームページからも受け付けています。こちらは24時間の受付で、回答は午前8時から午後8時までの間に行います。中国語、韓国語、英語に関してもご利用が可能です。こちらの対応時間は午前9時から午後8時までです。ひごまるコールは熊本市に関するお問い合わせであればどなたでもご利用いただけます。市役所が閉まっている夜間や休日も運営していますので、お気軽にご利用ください。お二人とも今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さまざまな問い合わせに対応しているひごまるコール、基本5名の体制で迅速かつ的確、そして丁寧な応対を心がけています。よくある問い合わせはひごまるコールで完結できるものが多いのですが、行政の専門的な問い合わせや、個人情報を含む問い合わせはコールセンターで回答できない場合があります。その場合は担当課をご案内するかお取り次ぎいたしますのでご安心ください。また市役所の閉庁時間帯のお問い合わせについては回答が翌日以降になる場合もありますのでご了承ください。熊本市のことで何かわからないことがあれば、まずはひごまるコール、お気軽にご利用ください。